俳優の反町隆史50、山崎裕太42が2日、東京、フジテレビ湾岸スタジオで行われた GTO リバイバル制作発表会見に登壇。反町は先日98年版 GTO に出演し、今作にも出演する山崎、小栗旬、窪塚洋介とズーム同窓会を開催したことを明かした。同窓会はアンタッチャブル TV の企画で実現。朝9時から1時間20分にわたって盛り上がったそうで、思い出を振り返りながら4人で言いたいことを言う感じでしたと笑顔で振り返った。山崎は収録スタジオにも参加していたそうで、すごい内容でした。番組ではリバイバルアレンジした主題歌ホイズミで赤ちゃんは泣き止むのかという検証をしていたといい、反町らを笑わせていた。 GTO は藤沢徹氏による同名漫画が原作で、元暴走族の高校教師鬼塚栄吉、反町が破天荒な行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。1998年の夏に放送された連続ドラマが26年ぶりに復活し、カンテレフジテレビ開局65周年特別ドラマ GTO リバイバルとして4月1日午後9時から放送される。今作でもかつてグレートティーチャーと呼ばれた鬼塚が問題だらけの高校に教師として赴任し、悩みを抱えた令和の高校生たちに鬼塚流の熱血授業を繰り広げる。今作で鬼塚が赴任するのは私立小徳学院高校。この高校で問題となっているのは、フォロワーが200万人近くいる暴露系インフルエンサー、才の河原。有名人も一般人も関係なく、どんなネタでも詮索拡散して炎上させており、これまでに愛徳学院の教師や生徒が何人も晒されてきた。あまりに狙われるため、校内に才の河原に扮する犯人がいるのではないかとの噂もあり、生徒たちは日々互いの顔色を伺い、疑心暗鬼になりながら学校生活を送っている。会見には岡崎紗恵28、小手伸也50、矢切加子22、畑恵21、日向渉19も登場した。